日本国内閣総理大臣の岸田文雄です IEA 設立50周年を心からお喜び申し上げます IEA は石油危機を契機に設立されて以来世界のエネルギー安定供給に大きく貢献してきました今日我々はエネルギー安全保障を確保しつつ 脱炭素化と経済成長を同時に実現するという難しい課題に共に取り組まなければなりません。多様な道筋の下での秩序あるエネルギー移行の実現に向けてエネルギー安全保障を中核ミッションとする IEA のさらなる貢献を期待します。日本は引き続き続 IEA と連携してまいります。ありがとうございました。